様でーす。おお、親分お疲れっす。お疲れっす。ん？どうかした？いや、親分それはないっすわ。え、これ？いや、それはダサいですって。ひどいこと言うね。いやいや、本当にひどいな。似合ってないですよ。嘘。それはダサいですよ。これめっちゃお気に入りの T シャツなんだよね。これ見損ないましたわ。それはちょっと無理です。人のこと言えないけどね。いやいや無理無理、それは、それは無理です。お、お疲れ。だけバカにしてたのによくパクれたね。え、これですか？え、前から持ってましたよ。絶対嘘。実は欲しかったんだ。いやいや、前からありましたって。いや、もう嘘嘘、そんなディスるわけないじゃん。え、自分が持ってたの。親分パクりました。パクってないよ。パクってないよ。おいこうなったら白黒つけるか。ヒカキンゲームズ、ブンブンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンと。こんにちは、はじめ社長です。ついに来ましたね、この時が。ありますよ、今日は。黒対白。はい、なんとですね、この度ゲーム逆転オセロニアの団体戦白黒マッチで、ヒカキン VS はじめ社長キャンペーン決定しました。来ましたね。来ましたね。ね、コラボキャンペーンです。黒がヒカキン。はい。で、白が僕です。そうです。です。そう、あの、一応知らない人のために説明すると、逆転オセロニアのゲーム内でこう期間を設けられて、開催される団体戦があるんですよ。白黒マッチっていう。それでどっちかのチームに入ってその期間戦うっていうもので。黒チームが僕、白チームがはじめ社長、はい、入って入ってって言ってる、はい、黒入ってね、いや白入ってね、黒入ってね、黒入ってね。で、白黒マッチ来る前なんですけど、11月11日から始まりますので、はい、皆さんぜひ黒か白選んで、どっちかのチームで戦ってみてください。ぜひぜひ。で、今回の、白黒マッチはコストが160制限があるんですよ。なんで今日はまだ始まってないんですけど、ちょっと160制限で白黒つけようかねと思って。やりましょう。やりますか。160だとでも誰でも楽しめそうですね。そう、結構下目に制限されてるんで、うんうんうん、とはいえ、あの、なんか紙縛りとかもないんで、うんうん、好きな駒を入れて160っていう。はい。そう、だから、あの、上級者にも勝てるかもしれないっていうね。いや、親分強いからな。このコスとかではちょっと勝てるチャンスがある気が。じゃあ勝負といきますかの前に、この動画の最後に今回のコラボキャンペーンの豪華プレゼント企画ありますので、動画最後までご覧ください。これ見てください。これめっちゃ似てんの。親分すごいですよね。はじめ社長なんかかかってこーみたいな顔してんの、これ。めっちゃ悪そうじゃないですか。悪そうな。いましたよー、対戦。お願いします。まあ何もさせずに倒そうかな。これやるよね、よく。やりますよ、これ。コスト160だからね。同じですよね。ね、俺に勝てるチャンスあるのか。龍ですね。やだね。よし、親分からか。ちょっと龍と呪いの相性がバリ悪いからね。ただここはやり込んだ技術で。さあ来い。呪う。さあ、一番最初に一番左にかかれ。おおお、回避した。そっか、左にかかるとちょっと嬉しくないんですよね。さあ、呪いを捨ててくるのか。呪いを捨ててきましたね、はい、とりあえずは。いい顔してますね。どうしようかな。でもこう来たってことはもうこういっちゃうかな。いけるぞ。2人とも HP が低いからな。その罠が苦手なんですよ。え、怖い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 。けどもう突っ込んでくる気だな。呪いを捨てていくしかないですもんね。まあそこも駆け引きなんだよね。とりあえず捨てて、うわ、捨ててきたね。
ファーファーチクチソバチコン。これでだいぶ HP に差が。ただ呪いがなくなってしまったのでピヨーン。これはカウンターなのでひっくり返すと食らいますよ。危ない危ない。壁際に置けなくする。ただ竜怖いんだよね。一発で逆転されちゃうから、ちょっとメンツを増やします。おーっと、うわ、ちょっと待てよ。またまた、ダメだ、ちょっと罠が怖い突破できる貫通とか入ってたらあれだけど、突破できる方がいるんですけど、まだ引けてない。とりあえず攻めます。うわ待って怖いお願いお願いお願い。よろしくお願いします。もうないと思ったんですけど、勝負に出た初めん、全てをひっくりベリトで勝っちゃったよイエーイ。いや呪いだからもう無理かと思ったけどね、初めんがビビらず突っ込んできてくれてよかった。ちょっと攻めすぎましたもうないと思ったんですけどね。あるんだね。はい、それではお待ちかね、今回のコラボキャンペーンのプレゼント企画でーす。よっしゃ、3つあるんだよね。3種類。そう、応募方法とかも含め3つ別であるから、おお、一つ一つ説明していきます。はい、お願いします。まずプレゼント企画その1、私ヒカキンとはじめ社長の今回のねオセロニアコラボのサイン色紙と、オリジナルマグカップを5名様にプレゼント。よー、こちらの応募方法は、説明欄の公式サイトから応募できますので、ぜひぜひご応募ください。ちなみにサイン色紙これですからね。これレアですよね。レア、これプラスチックな感じのやつで、ほらこういう感じだからここに書くからね今ね。よし、よし、はい、サイン色紙こんな感じです。すげえ、いいでしょこれ。ここ本当いいですよね。いいよね、ぜひご応募ください。はい、それではプレゼント企画その2 2つ目は、ツイッターを絡めたプレゼントキャンペーン。応募条件はまず、逆転オセロニアのツイッター公式アカウントをフォローで、その公式アカウントがはじめ社長を応援する方はこのツイートをリツイート、ヒカキンを応援する人はこのツイートをリツイートって2つつぶやいてるんですよ。そのつぶやきとか公式アカウントのリンクは全部、この動画の説明欄に載せておきますので、そこからまずフォローしていただいて、かつ、応援したい方のツイートをリツイートした方の中からこちらの、直筆サイン色紙とオリジナルラバーストラップをセットで5名様にプレゼントです。イエーイ。応募方法など説明欄にも詳しく載せておきますので、ぜひツイッターキャンペーンご応募ください。はい、それでは3つ目のプレゼント企画はユーフェスキャンペーン。ユーフェスですよ。ユーフェスにもオセロニアやってまいります。そう、今回のユーフェスで3つの合言葉というかキーワードが出るんですよ。それを、公式サイトに書き込んで、応募するというキャンペーンです。で、ユーフェスはもちろん来ていただいてもいいんですけれども、あの生配信もされますので、その中でも発表されます。キーワードが発表されるのは、オセロニアステージです。ぜひご覧ください。で、このキャンペーンでもらえるものがまたこちら、オリジナルサイン色紙とオリジナルタオルのセットです。こちらも5名様に当たりますので、ぜひぜひユーフェス、来ていただくか生配信でキーワード集めてみてください。はいやばいやばい、同じ顔してる、同じ顔してる本当に似てますよね。ねえ、はい、というわけで、以上3つのプレゼント企画でした。はい、全てね、説明欄に応募方法など詳しいこと載ってますので、はい、ぜひご応募ください。今回ね、白黒マッチとプレゼント企画と盛りだくさんですので、まずは逆転オセロニアダウンロードしていただいて遊んでいただければと思います。はい、逆転オセロニアのダウンロードリンクも説明欄に載せておきますので、逆転オセロニアデビューしてみてください。はい、ぜひ白に。おっとっと本日もご視聴ありがとうございました。バイ。